こんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日は私が時間がない日にやっている時短メイクを皆さんにシェアしていきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。じゃあちょっとこれで測ってみますね。よーいスタート。はい、じゃあまずはこちら、はい、ミシャのグロースキンバーム使っていきます。これ塗るだけでお肌チヤンキャンキャンになりますからね。こんな感じですごい伸びのいいクリームなので、これをちょっと全体に伸ばしていって一気にお肌にツヤを与えていきます。説明しながらやるからなんだかんだちょっと長くなっちゃいそうなんですけど、ほらこれ塗るだけでミシャのツヤクリームって言われててね、めっちゃツヤツヤになるんですよ。これ最近よく使ってるんですけど、アリーのカラーチューニング UV の AP アプリコットのカラーです。こちら SPF50 の PA4+ の日焼け止めなんですけど、こんな感じの色でファンデーションがねいらないくらいトーンアップしてくれるね。ほらすごくない？だからもう私、まあ、マスクだしプライベートであんまり撮ることもないので、急いでる時はちょっとね一人でブラーって買い物行くとか打ち合わせの時とか、お仕事の時はファンデーション塗るけどね。ならでもめっちゃ肌綺麗になんねん。アンドビーのスポンジ濡れてるのでこれでなじましていきます。ファンデなし日焼け止めみたいな感じやった気がする。めっちゃトーンアップするやろ。すごくないこれ、マジでおすすめ。ラベンダーのカラーもあるけど、私はねアプリコットの方が好きで、金木犀の香りがするのね。なんかそれがめっちゃ好きで、ファンデーションは塗らずにこちらディオールのコンシーラー使っていきます。これで本当にカバーしたいところだけクマと赤みあとニキビカバーします。はい、何分でできるかな。私ね基本的にメイク時間だいたい 2〜30分はいるんですよ、普通にちゃんとしようと思ったら。でめっちゃ細かいメイクしようと思ったら普通に1時間とか1時間半とか余裕でやってられんねんけど、まあでもプライベートのな、どっかちょっと外にな、スーパー行くぐらいの時とかにそんなちゃんとしない。スーパー行く時すっぴんやな、ちょっと嘘ついた、ごめんなさい。なじませていきます。ほんのちょっとだけお茶しに行くとかさ、まああんまりそんな友達もおらんねんけどなんかいい例えが見つからないですけど、これでなじませていって、でその後こちらもうケース買ってないんですけど、スックのグローパウダーファンデーションの210番。私ねもうこういうのねケース買わないんですけど、これをブラシで鼻周りとかテカリやすい部分だけ塗っていきます。でパウダーファンデだからある程度ちょっとカバーされるんですよ。だからこの辺の薄いシミとかもさささってカバーして時短。これスックのパウダーファンデいい。パウダーファンデって私あんまり使わないし厚ぼったくなるから、基本的にリキッドが多いんですけど、クッションとかこれはいいなと思いましたね。そしたら続いて、ここでチークをポポポーンと入れたいと思います。ピースのトゥルーディメンションラディアンスバームですね。こういった感じのカラーになります。これでもう適当にポン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 ってちょっと血色感を与えるような感じで、でなじませます。なんかやっぱクリームチークって結構時短だなって思うんですけど、結構ドバってつくもの多いじゃないですか。これはバームでうっすらしか色づかないので時短の時にはマジで最高に。アイシャドウはこちらのセルヴォークのインフィニトリーカラーの12番。こんな感じのカラーでクリームタイプだから二重にたまる感じはあるけど、このメイクで長時間出ていくことあんまないので、なんかおしゃれな目元にしてくれて私結構好きこれで。下まぶたにも塗っちゃいますベージュでうっすら可愛い。続いてビーアイドルの予感のアプリコットを使っていきます。私やっぱちょっとラメは欲しいので、ここにちょんちょんちょんってラメを、こうすると二重に溜まってるのもラメでごまかせるので、キラキラキラってさせて目頭のところも明るく見せたいので、マスクから見えた時に綺麗に見えるようにここにも塗っていきます。ハイライトもついてるので時短ハイライトでちょんちょんちょんって。そうだ、ここのハイライトカラーボーチェのね付録になったんですけど、ほとんど売り切れてるらしい。たまーに本屋さんに残ってたりするみたいなんですけど、見つけた際はぜひゲットしてください。うん、こんな感じ。ここで使うのがキャンメイクのクリーミータッチライナー05番のアイライナー使っていきます。これねカラーラインを使うのがポイント。時短なのにおしゃれに見えるから、目尻側だけねちょっとの下にも塗ります。マスカラもビーアイドル、これは04番の流し目ブラウンっていう、これも10月4日に発売のお湯落ちタイプのブラウンが出ました出ました出ます。私が一番欲しかったかもしらん。これまつげパーマしてからマジ楽。ビューラー結構時間かけてて、私プラス落ちひんようにホットビューラーしたりとかもしてたから、
とアイラインが長すぎたので修正します。鏡遠かったから気づかんかった。でもちょっとこのアイライナーはさ、あのクリームタイプのアイシャドウと相性があまりよろしくないんですよね。で、眉毛、眉毛はセルフウォークのこの前買ったやつですね、06番、このカラー使っていきます。ささっとスクリューブラシで溶いてからささっと描いていきます。で、ここでもうちょっとカラーの入ったカラーを使うとメイク凝ってるように見えるやん。別にサボってませんっていう感じが出るので、私はねカラーをねここで入れます。時間がない時ほど同じ系統のカラーでコスメを揃えるとささっとできてね、垢抜けた印象になりますのでやってみてください。はい、こちらデジャブの前マスカラでちょっと明るくします。で、最後リップは、ムテキテラコッタ使っていきます。よし、はい、完成、じゃん、10分8秒です。結構説明しながらとかやったりとかしてたから、まあ、5分ちょっとでこれだったらできるかなっていう感じかな。どう？時短には見えへんくない？ちゃんとメイクしてるように見えるやろ？まあ、何が伝えたかったっていうと、時間のない時こそカラーを使ったりとかしたら、時間はかけてないのになんか垢抜けた印象になるから、私はこれをよくやるの。ベースをね、かなり省いてますね。ファンデーションなしでできるこのアリーの、この日焼け止めマジでいいので、これとコンシーラーさえあれば、全然いける。まあ、基本的に私あんま使わないタイプだけど、このスックのやつはケースなくてごめんね、いいなと思ってるから、ぜひ使ってみてほしいなって思います。結構こうツヤがねちゃんと残るという、パウダーファンデってすっごいなんかマットでなんか微妙だなって思ってたんですけど、わかる？パウダーファンデなのにこんなにツヤが残るね。多分本当はパフで塗った方が綺麗になるかもしれないけど、時短でブラシでやっちゃいましたけど、こんな感じかな。あとはなんかこうハイライトとかをちゃんと入れることによって肌も綺麗に見えると思います。っていう感じで、なんでこんな大きくやろうかなって思ったかって言ったら、毎日普通に皆さん働いてて朝早い時間に出て行ってちゃんとメイクしてるってすごいよなってこうなんか思ってん。街を朝歩いてる時にみんなちゃんとメイクしてる、すごいと思って。私の場合はやっぱり現場でメイクすることが多いから、寝起きで洗顔と歯磨きして適当に髪の毛といてもぐぐってぐぐって帽子かぶっといたら現場に行って現場でメイクしていただけるお仕事だから、ちゃんとみんなメイクして出ていてすごいなーってなんかちょっと思ったからやってみましたね。皆さん本当に素晴らしいと思います。はい、ということで、この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。皆さんの時短アイテムも良かったらコメント欄で教えてください。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことよしたあかりでした。バイバイ。